三重機医療センター、稲部総合病院は、三重県稲部市にある医療機関、三重県厚生農業共同組合連合会が運営する病院である。JA グループを構成する組織体である、三重県厚生農業共同組合連合会が、県内で運営する7病院の一つ。稲部市では、唯一の総合病院である。2018年に、稲部市は、ふるさと納税を活用して、 内海を確保する方針を示した。具体的には、ふるさと納税で3000万円を目標に募り、三重県近隣の大学医学部に寄付講座を開設し、代わりに内海を稲部総合病院に派遣してもらう計画である。民間の医療機関の医師確保にふるさと納税を利用するのは本事例が初となる。2019年4月に稲部市名古屋市立大学病院、 三重体医療センター、稲部総合病院の3社で連携協定を締結し、2019年6月18日に寄付講座地域医療連携推進学が開設された。名古屋市立大学漢方医学センターのセンター長が稲部総合病院の寄付講座教授となり、漢方外来を開設。西洋医学と東洋医学の融合による専門的な治療を受けることができる。 2019年9月に最新鋭の内視強化手術支援ロボットダヴィンチ、クシーを導入し、10月よりロボット低侵襲手術センターが開設された。これは三重県総院地区で初の導入となった。2020年1月より、悲尿器科分野にてロボット手術が開始され、消化器外科分野においてもロボット手術の導入が検討されている。 2020年8月に、泌尿器科において、前立腺ロボット手術の施設基準をクリアし、認定病院に指定される。同時に、女性泌尿器科を開設し、婦人科と共に共同診療に当たっている。2021年1月に、日本脊椎脊髄病学会脊椎脊水,水、外科指導医、日本脊椎脊髄病学会脊椎脊水、外科専門医が、 名古屋市立大学より派遣され、見え北た椎センターを開設。数少ない追間板酵素注入療法の認定施設となっている。2021年、稲部市の新型コロナウイルスワクチン集団接種会場となり、1日500名程度の接種が行われている。遠隔、ありがとうございます。